はい、タイヤバームクーヘンです。ただいまですね、道民のですね、浅草なんですけども、すごいとこ、泊まることができましたよ。見てくださいよ、目の前が浅草寺ですね。浅草寺が目の前にありまして、ちょっと見ていただければわかるんですけども、スカイツリーがありまして、で、右側にはですね、ちょっとやっぱり見えにくいかもしれないんですけども、五重塔が鎮座してるんですよ。こんなですね、いい景色のところに泊まりましたよ。ラッキーでしたわ、マジで。依頼をですね、させてもらってですね、で、こっちがですね、かの有名な、花屋敷です。ちょっと暗いので、また明日、明るい時お見せしたいと思います。スカイツリーがすごい綺麗にあります。じゃあ一旦ここで切ります。これがですね、道民院のですね、浅草。もう人がもう誰も歩いてません。下はですね、ありがとうございました。台湾クイーンです。これがですね、かなり有名なですね、道民の、夜泣きそばでございます。大盛りにしてもらいましたんで、海苔と、メンマとネギが入ってます。これから美味しくいただきたいと思います。おはようございます。台湾クーヘンです。これ見てくださいよ、この朝焼け、これ、すごい綺麗ですね。これ初めて見ますわ。こんな綺麗なの。ここはですね、かの有名な花屋敷ですね。で、目の前に、ちょっと後で行く予定のですね、このちょっと真っ暗で見えないですけども、ドムドムブーハンマーカーがここにあるんですよ。それで目の前がちょっともう暗いですけども、浅草寺の本堂がありまして、で、まあ、スカイツリーと、あと五重塔が右側に見えます。この朝焼け、すげえ綺麗。ちょっと綺麗だ。まあ、こんな感じでですね、全体を見るとこういう感じなんですけども、ちょっとチクチクしましたけども、で、当倍の10倍、1.0倍にしますけど、この朝焼け、これはですね、今まで私、結構もう長いこと生きましたけども、こんな綺麗な朝焼けはですね、もう見たことあんまりないですね。これはもう大げさではないですぐらいな綺麗さです。まあ今朝のですね、時間がまだ6時になってない状態ですけども、こんな感じでですね、まだ日が昇る前の、状態ですね。こんなに綺麗なのはですね、生まれて初めてというぐらいの朝焼けの風景です。目の前が、浅草寺、右側に五重塔が見えて、目の前に、スカイツリーが鎮座しております。これはですね、今までの中で、景色の中で本当にですね、ちょっと黙っておきます。ぐるんぐるん回ってますね。その左側にあるのがですね、花屋敷の多分上に上がっていくアトラクションですね。わーって上に上がっていく、登っていって、また降りるやつですね。うわ、綺麗だなぁ。もう一回ちょっと時間置いて撮っていきたいと思います。一旦切ります。ありがとうございます。タイヤバームクーヘンです。ただいまですね、6時25分。ちょうど東京の日の出の時間でございます。ですね、
今ですね、ちょっとこれ拡大させてもらいますけども、ちょっと窓がですね、汚れてるんで、ぼやっとしてますけども、ちょうど今、目の真ん中で高速が走ってますけども、真ん中ですね、浅草寺の、屋根がありますけども、それで今、雲があって、ちょうど日の出が昇ってるところでございます。ちょうど6時25分、26分、25分がちょうど日の出の東京の日なんですけども、ちょうど昇ってますね。です。ここスカイツリーが鎮座してますけども、ここです。ちょうどここのところで登ってるところでございます。ちょっと先ほどは暗かったんで、ちょっと見えないところもあったんですけども、ここがですね、ちょっと汚れてて、ちょっとなかなか完全に綺麗なあれじゃないですけども、そこにドムドムハンバーガー、この前オープンしたところですね、前国に行きましたけども、ありますけども、あとで、ここ昨日ちょうど、うわ、ちょうど日の出が、ちょっと皆様にですね、見せてるんですけども、ちょっとやっぱり、限界がありますね、携帯ですと。でも日の、ちょうど日の出の、太陽がちょうど出てるとこですね。眩しいです。しかし汚れてるんで残念ですけども、まあ、よしとしますか。ちょうど浅草寺の、屋根のところから、太陽がですね、昇ってます。これがもうちょっと綺麗だったなぁ。この今の、まあちょっと雨で汚れちゃったんだから、まあしょうがないですけど、ちょうどでも、今、太陽が昇ってきてます。これはなかなかいいのを見られました。私もここまで綺麗なものをですね、なかなか見る機会は今までなかったですけども、この浅草寺のこの本堂の屋根からスカイツリーがあって、こんな綺麗なのを見られることはめったにないので、本当に良かったなと思います。ちょっと仕事の関係でですね、ちょっと、同じ都内なんですけども、ちょっと泊まりましたけども、かなりの綺麗なのを、ちょっと見ることができました。ちょっとですね、壁が、まあこれは、ちょっとこの今、9階の道民なんですけども、もうちょっとまあ、ここの、ちょっとですね、窓の、あれはしょうがないですよね。こういう感じで、はい、綺麗な朝焼け、朝の日の出ですね。見ることができました。ちょうど本当にゴールド色ですね。はい。大満足でございます。ここで一旦切りたいと思います。ありがとうございます。はい。タヤバムクーヘンです。ただいまですね、7時、15分ぐらいですけども、今、日が昇って、で、もうだいぶ経つんですけども、今はですね、実はですね、スカイツリーのちょうど真ん中ら辺に太陽が来てます。先ほどすごい明るくてですね、もう撮影がちょっと困難なぐらい明るかったんですけども、今ちょうどスカイツリーの影になっている太陽でございます。今時刻がですね、7時15分、16分ぐらいなんですけども、ちょうどスカイツリーに隠れてますね。真ん中あたりにちょっと光が、丸いの見えると思いますけど、そこにちょうど太陽が隠れてます。こういうのもですね、ここに泊まった価値が、甲斐があったっていう、今もうこれもうすごい日が昇ってるんですけども、ちょうど太陽がですね、隠れてますよ。これ今でしか見れないベストポジションですね。
わあ、これはすごいな。まあ、こんな感じでですね、もう日が昇ってきてですね、あたりがですね、もう見渡せるぐらい前に浅草寺があって、右側に、浅草寺の五重塔があります。ちょっとクレーン車が、の、はしごがちょっと邪魔なんで、申し訳、もうちょっと残念ですけども、まあ、しょうがないんで工事してるんで。ですけども、ちょうどですね、ぼやーって、あそこのですね、スカイツリーのところが、ぼやーってしてると思います。ちょうど影になってるんですよ。本当はもうめちゃくちゃ明るいんですよ、これ、本当本来は。でも、ちょうど太陽がですね、スカイツリーの影に、ちょっと後ろに隠れてる状態なので、今完全に、撮影の、撮れる状況になっております。これも結構、レアなケースですね。ちょうど、影になってます。これはですね、あんまり見られないですね。うん。ちょうど影なん、ちょうど真ん中なんで、もう、ちょうどロケットみたいに出発するような、雰囲気ですね。すごい感じで。まあ、今からですね、道民のですね、朝食に向かいたいと思いますけども、ちょっとですね、いい感じのですね、場所を本当に、今日はですね、あそこのですね、じゃらんで、これまた、急遽撮ったんですけども、太陽が出てきました。ちょっと、お見せしますね。ほら。おー、すげえ。あ、綺麗だなー。これは綺麗だ。ほら。これ超綺麗。ちょっと今、黙っていたいと思います。めったに見られないとこですね。ダイヤモンド富士って見られますけどね。これはダイヤモンドツリーですね。これ、本当にですね。じゃらんでですね、宿に対しての、要望っていうのがあるんですけども、そこで、景色がいいところの部屋お願いしますっていうふうに、メモに残したんですけども、そしたらこんなですね、本当にいい部屋をですね、農民のですね、係の方がですね、撮ってくれました。これはですね、もう感動しか言いようがありません。本当ありがとうございました。道民の、スタッフの皆さん。ありがとうございます。ここまでですね、綺麗なのはですね、私も長らく生きてきましたけども、見たことが本当ないぐらいな、綺麗なの。ちょっと拝見しております。窓がまあ、ちょっと雨降ってるんで、まあこれはもうなかなか掃除は難しいんでしょうけど、まあでもそれを差し引いても、こんなことはないですね、めったに。はい。今もうかけてきちゃったんで、かけてきちゃったというか、もう完全にもう出てきちゃったんで、一回ここで止めたいと思います。はい。じゃあ今からご飯食べてきます。ありがとうございます。タイヤマンクーヘンです。浅草道民のですね、食べ物なんですけど、このサラダ、サーモン、と、生姜の入った味噌汁、アサリですね。これ、ウニじゃねえや、すいません。イクラのですね、カニが入ってます。あとは、とろろと、まあ、いろいろありますけど、これすんげえゴージャスな食べ物ですね。はい。じゃこれを、
ーンといただきたいと思います。おかわり自由です。はい、タヤマンクーヘンです。ただいまですね、9時になりました。こんな感じでですね、もう太陽かーって感じでもう上まで行ってます。今下見てますけども、あの遊園地とかですね、9時ですけどもやってないですね。何時からなんだろう、10時からなのかな、ちょっとわかんないですけども、花劇場って書いてありますね、そこにですね。でまあスカイツリーとかがですね、こんな感じで、もう鎮座してますけども、はい、五重塔も見えます。はい、こんな感じですね。これが昼間の、明るいとこですね。で、まあ、後でですね、そちらのですね、浅草寺の方にちょっと歩いていきたいと思いますんで、後でちょっとまたお送りしたいと思いますんで、ありがとうございます。これが今9時のですね、9時過ぎの、道民からですね、撮りました、風景でございます。はい、じゃあ切ります。ありがとうございます。太陽がここまで昇っております。出まーす。